さんこんにちは、ダンハルカです。ダンダンということで、久々のお家から YouTube を配信したいと思います。いやー、なんか最近バタバタしていて、これ日曜の更新だと思うんですけど、今日は土曜というすごいギリギリな撮影になっているんですけど、ちょっとここから土日休みだし、編集頑張ろうかなと思ってます。大丈夫かな。今12時なんですけど、ちょっと企画を考えたので、ということで、気づいたらね、この YouTube もう1年が経ちました。いやー、あっという間でした。というか気づいたら過ぎて、もうファンの方からもちょっと1年過ぎてるよっていうのを、1周年何するのとか言われたんですけど、何にもしてない状況でちょっと何しようかなって考えている、なんですけどね、今日は嫌だなって思いながら、本当は昨日の午前中が空いてたんで、昨日の午前中に撮るはずだったんだけど、それも嫌だなと思って今日にやるぐらい、私のインスタグラムがあるんですけど、それを見直すという振り返る企画です。だからやっぱり ZIP 時代から卒業して、いろいろあってブランド立ち上げて、まずちょっと待って、自分でも全然見直さないんですよ、そんな写真とか恥ずかしいから。でも携帯変えたら私バックアップとかも撮らないし、やだー、どうしよう。まずどのぐらい投稿してんだろう今。現段階ですごいね私。これ普通なのかな。現段階でまず653枚を更新しております。まず一番最初ね、皆さんおはようございます、そしてはじめましてインスタグラム始めました、そして25歳の誕生日を迎えました、パチパチ、これからどうぞよろしくお願いしますというコメントで、まずこちらあげてます。じゃん、なるほどね、この2枚ね、いい。でもね、このハッシュタグの付け方下手すぎるでしょ。まずね、6月2日って自分の誕生日のハッシュタグこっから飛んでくる人誰いる。記念すべき初投稿っていうハッシュタグつけて、そっから皆さんからのフォローという名の誕生日プレゼント待ってますって、ちょっと脅迫だってさ、この皆さんからのフォローという名の誕生日プレゼント待ってますっていうさ、ハッシュタグの投稿も私だけだもん。私その当時ハッシュタグの使い方とかも、まあ、未だに分かってないんだけど、分かってなかったのよそうなのよ、これ超覚えてる。それで次の日ね、何か写真を投稿しないといけなきゃ、私写真撮るの本当苦手で、どうしようどうしようって思った挙句に、なんか線香花火してる謎の写真を載っけてる。何これ、本日の線香花火選手権で最長記録獲得、そんなハッシュタグも私しかいないっていう、もうどういうこと。恥ずかしい写真すごい見つけた、やばいやばい、見て、石垣島に行ったみたいな、お仕事でかな、その写真がさ、見て、遠くない、どんな写真あげたんだろう。だってもうこうやっても、もうかすかによ。この時も まだハッシュタグの使い方間違ってるな。先週のことってハッシュタグないもん絶対。朝から浸るっていう、もう奇跡的に2個あるよハッシュタグ。朝から浸るって何これ。普通にお父さんとか載ってるじゃん、全然今だったらちょっと躊躇するのにね。なんでお父さん載ってんだろう、ピンで、すごくない。でもこの時って結構こうやって見ると、海外とかすごい行ってて楽しかったなと思います。この海外のね、出張 ZIP でね、たくさんインタビューしに行ってたから、あと地方ロケもたくさんあったし。ちょっと原田さん元気ですか、懐かしい。原田さん見てます、ほんまでっか TV で見てますよ。そうだ、水溜りボンドさんの動画にも出させていただいたんですよ。でもなんかその YouTube 出たら、水溜りボンドさんのなんか映像を作るとかいう企
企画があって、それに出させてもらったんですけど、すっごい反響がすごすぎて、YouTube ってすごいんだって逆にそこで思ったんです。今は自分がやるなんて思ってないもん。出ましたよ。ここからこの2018年9月30日から私のパーソナルジム通い期が始まるんですよ。すんごいハマってめちゃくちゃインスタに載せてんですよ。それをこういうのとか、なんか謎にね、今日は体育の日なのでいつかの真顔、いつかの真顔じゃないよ、激しい運動は10日に1回ぐらいが私はベスト。朝に運動したりお稽古したり友達と会うと気持ちがいいよね。何の目線ですか、もう恥ずかしいな。めちゃくちゃジム行ってんじゃん私。なんかさ、私基本的にそのアプリとかが分からなくて、写真のねアプリを使わないのあんまりね。なんだけど多分お母さんがちょっとアプリ使ってみたら話をして、ちょっと使ってみてるんだと思うの。お母さん結構インスタグラムの写真とかに厳しくて、私の母親がもうちょっとなんか綺麗な写真ないのみたいな、ちょっと口喧嘩した後の写真すっごいマットさんみたいなでなって、いろいろありましたね本当に。いやだけどもうこうやって653件で7万人以上の方、8万人近くの方が見ていただいてるっていうのは本当にすごいありがたいことですね。インスタ YouTube も1万人ぐらいの方が見ていただいてるということで、登録者数がありがとうございます本当に。多分、私の予想的にインスタグラムよりも YouTube を見直した方がめちゃくちゃ恥ずかしいのではと思っていますので、その企画し1周年でやろうかなと思ってる。それよりさ、何せさ今ガルプラにめちゃくちゃハマってて、ガルプラって知ってる？あのオーディション番組なんだけど本当にハマってます。まあグイマヤちゃんって子がいて、私すごくその子の動画を毎日見てるんですよ。で、まあ、他にもたくさん推しメンがいるので、とりあえずガルプラを毎日見てるっていうことだけご報告しときます。よろしくお願いしますということで、以上ダンダンでした。なんかさ、すごい肌綺麗に見えない？すっごい肌綺麗じゃない？ファミのねファンデに変えたの。以上バイバイ。